皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマはなくしたものを振り返らないということについてお伝えしてみたいと思います。過去を振り返るっていうことに若干似ているのかもしれないですけどね、失ったものに執着する方っていうのはなかなかそこから成長しない。それが仕事であろうと過去の栄光であろうと恋人であろうともです。はい、なくなったものはもうなくなっているんですよ。だからそれがどんなに良かったとしてもそれを振り返ったところで今手元にないですよね。特に過去の栄光とかね、例えば教室業で言うと昔はずっと満席が続いてる教室でしたみたいな、で今はそういう状況でない時ほど昔の良かったっていう状態を振り返りがちな方が多いんですけれども、過去の良かった時代を懐かしむとその中に浸ってしまうから前に進めないんですよね。で少し辛い話ですけど、恋人とかをね失う時っていうのは、いろんな別れってあると思うんですよ。どちらかが基本的に一方的に悪いとかっていうのもないでしょうし、昔のようなね話かもしれないですけど家の事情とかお家柄とかっていうことで別れるっていうケースだってある、未だにですよ、あるケースがある場合がありますよね。でその時にやはりそのなくしている失ってるんですけれども、そこに執着していると新しい出会いがないじゃないですか。ということはそれ以上人生が開けないことになるので、なくしたものを振り返らない方がいいです。もう前に進むのみなんです。だからすごくねドライで冷たく聞こえるのかもしれないんだけれども、その悲しみとか思い出の感傷に浸ってる間って時間がそこで止まっちゃってるんですよね。だけれども世の中っていうのは前へ前へっていう風にどんどん進んでいってしまっていて、停滞してる時間が悪いとは言わないです。懐かしむ時間とか自分の心を癒す時間っていうのは必要だし、ゆっくりね時間をかけて忘れなくてはいけないことっていうのも当然あるんですけれども、そのなくしたものにいつまでも心が捉えられて執着しているとやっぱりね前には進めないんですよ。だから振り返るという選択肢をなくすようにするだけでもですね、結構前に進める原動力になっていくのかなっていうふうに思うんです。でその時にちょっとね一つヒントとして気づいててほしいのが、なくしたものを振り返るよりも手に入れたもの、自分のギフトとして手に入れたものをカウントしていく方がいいです。失っているものに執着している限り手に入っているものを見落としてそれすらもなくしてしまうことってあるんですよ。だから手に入ったものは何だったのか、手に入った嬉しいギフトは何だったのかっていうことに改めて気づくと、それだけで自分は実は幸せだったりするっていうことに気づいたりします。なのでなくしたものは振り返らない、これは断捨離的なね気持ちでもあるところではあるかもしれないんですけれども、ぜひご参考にしてみてください。それでは。